第47代アメリカ合衆国副大統領、第46代アメリカ合衆国大統領である。ジョー・バイデンの家族は法律、教育、活動、政治などの分野で著名なアメリカ人一家である。バイデンの近親者は2021年1月20日の大統領就任式をもってファーストファミリーとなった。バイデン家はイングランド人、フランス人、アイルランド人の子孫である。 バイデンの高祖父の父は1822年にイギリス・イングランドからアメリカ合衆国メリーランド州へ移住したネイリア・ハンター・バイデンネイリア・ハンター・バイデンはジョー・バイデンの最初の妻である。1942年7月18日生まれで、二人は1966年8月27日に結婚した。結婚式の後、バイデンがニューキャッスル軍議会議員として働いていた。 デラウェア州ウィルミントンで生活した。夫妻は3人の子を設けた。ジョセフ・ロビネット、ボー・バイデン3世、ロバート・ハンター・バイデン、ナオミ・クリスティーナ、エイミー・バイデンである。共和党上院議員 J ・カレブ・ボックスから議席を奪うためのバイデンのキャンペーンにおいて、ネイリアは、頭脳であったと、ザニュース・ジャーナルが報じている。1972年12月18日に、夫が、 米国上院議員に選出された直後、ネイリアはクリスマスツリーを買いに行くために某、ハンター、ナオミの3人の子を乗せて車を運転していた時にトラックと交通事故を起こした。ネイリアと母の3人の子供はウィルミントン総合病院へ運ばれたが、ネイリアとナオミは到着時には死去しており、息子の某とハンターは重傷を負いながらも生き残った。 1973年1月3日、バイデンは息子たちの病室で上院の先制就任式を行った。ジル・バイデン・ジルとレイシー・ジェイコブス・バイデンは、バイデンの二人目の妻で、現在の妻である。1951年6月3日に生まれた。彼女とバイデンは1975年3月に、ブラインドデートを通じて知り合った。1970年代、出会って、 すぐの頃のジョーとジル。彼女とジョー・バイデンは1977年6月17日にニューヨークの国連協会においてカトリック司祭のもと結婚した。これは戦災と幼い娘を亡くしてから4年半後のことだった。彼女は自身のキャリアを続けるため公のスポットライトに当たることを警戒し、またジョーの2人の息子を育てることも最初は躊躇したため、 それを受け入れてもらえるまでジョーは何度も彼女に提案をした某バイデン・ジョセフ、某ロビネット・バイデン3世は1969年2月3日にデラウェア州ウィルミントンで生まれた。母と妹の命を奪った1972年の交通事故で複数の骨折をしたが、病院に数ヶ月入院した後に生還した。ペンシルベニア大学や、 ロースクールのシラキウス大学法科大学院を出た後、検察官となり、2006年にはデラウェア州司法長官に当選し、2010年にも再選された。しかし、人生の最後の数年間は脳腫瘍に苦しみ、2015年5月30日に46歳で死去した。ハンター・バイデン・ロバート・ハンター・バイデンは1970年2月4日にデラウェア州ウィルミントンに生まれた。 1972年の交通事故で頭蓋骨を負傷し、兄坊と一緒に数ヶ月を入院して過ごした後に生還した。ジョージタウン大学イエールロースクールやジョージタウン大学ローセンターを卒業。父上に多額の政治献金を寄付している銀行、アボナで働き、1998年までに副社長に昇進。2020年の大統領選挙中、ハンターは、 ウクライナの持ち株会社、ブリスマとの関係から、ドナルド・トランプの標的にされ、縁故で取締役の地位を手に入れたと批判された。ナオミ・バイデン、ナオミ・クリスティーナ・バイデンは、エイミーのニックネームを持ち、1971年11月8日に、デラウェア州ウィルミントンに生まれた。彼女は1972年12月18日の交通事故で、母ネイリアと共に死去した。 アシュリー・バイデンはシュリー・ブレイザー・バイデンは1981年6月8日にデラウェア州ウィルミントンに生まれた。バイデンの2番目の妻の子供である。デラウェア司法センターに勤務し、イルカ保護の活動にも携わっている。1970年代のジョー・バイデンと彼の父母、ジョー・バイデンの父親は不動産業者だった、ジョセフ・ロビネット、バイデンシニア、母親はキャサリン・ユージニア、ジーン。 バイデン旧姓、フィネガン。二人は1941年に結婚した。2010年1月8日に母人員が死去した後には、オバマ大統領がデラウェア州ウィルミントンを訪問し、1月12日の葬儀に参列している。ジョー・バイデンはカトリック家庭の4人兄弟の最年長であり、妹にバレリー・バイデンを応援す。二人の弟フランシス・ウィリアム、フランク・バイデン。 ジェームズ・ブライアン、ジム・バイデンがある。ジョー・バイデンの父、ジョセフ・ロビネット、バイデンシニアの両親は、ジョセフ・ヘンリー・バイデンである。ジョセフ・ヘンリー・バイデンは、メリーランド州ボルチモア出身の石油ビジネスマンであり、イングランド系、フランス系、アイルランド系の血を引いている。歴史家エリ・グリーンフィールドによれば、バイデンの父方の高祖父の父、ウィリアム・ヘンリー・バイデンで、あることが確認できるが、 それより、前の系図は不明であるジョー・バイデンの先祖は、イングランド・ケンブリッジ・シャー・ホートン出身の、ウィリアム・ヘンリー・バイデンの一族とも血縁関係がある、可能性がある。このウィリアム・ヘンリー・バイデンは1781年に、結婚したジョン・バイデンの愛の子で、彼と彼の兄、クリストファー・バイデンは、東インド会社の商船で働き、最終的には東インド会社の船長になっている。 1843年にラングーンで死去する前に中型船を指揮していた。一方クリストファー・バイデンは植民地行政府であるマドラス高等文官府やインド高等文官府に役人として務め、子孫もインドに定住した。1858年にマドラスで死去している。当時ナーグプルに住んでいたクリストファーのゲ孫・レズリー・ダン・バイデンは ザイラストレーテッド・ウィークリー・オブ・インディア氏において、アメリカの政治家、ジョー・バイデンの一家と自身の一族の血縁関係の可能性について研究した。ジョー・バイデンからも返事を受け取り、両家の経図について連絡を取り合うことを約束し合ったが、結局1983年にレズリーが死去するまで連絡が再開することはなかった。2013年にジョー・バイデンが副大統領として、 インドを訪問した際、レズリーの手紙に触れて、18世紀に東インド会社で働いていたムンバイ出身のバイデンについて言及した。キャサリン・ユージニア、ジーン、バイデンの両親は、ペンシルベニア州スクラントン出身の広告セールスマンのアンブローズ・ジョセフ・フィネガンと、その妻ジェラルディン・キャサリン・バイデン・フィネガンのエドワード・フランシス・ブリュイットは、ペンシルベニア州議会の議員を務めた。 彼の父、エドワード・ブリューイットは、アイルランド名誉圏、バリナ出身であり、1851年に、アイルランド大飢饉と貧困から逃れるために、アメリカ・ニューヨークに移住した。バイデン自身は副大統領時代の2016年に、アイルランドを訪問し、アイルランドの系図学者が、バイデンの母方の先祖の歴史を披露した。先祖の地である、バリナも訪問し、 同地に残る親族と交流を深めた。父親がバイデンのミーと子にあたるアイルランド人、ジョーブ・リュー・イットの一家もホワイトハウスに招待されるなどバイデンと親戚付き合いをしている。彼によればバイデンは再びアイルランドの故郷を訪問することを約束しているという。ジョー・バイデンの母方の二人の高祖父はアイルランド出身であるため、バイデンは18.75%アイルランド人で、 あるという。経図学者、メーガンスモレニャクによれば、バイデンは、アイルランド人の血を8分の5程度引き継いでいると、している。母方から、アイルランドの血を強く引くバイデンが2020年大統領選挙に、当選するとアイルランドは大いに湧いた。アイルランド首相ミホール・マーティンは、バイデン当確が報じられた後、敗北を認めない、現職大統領、ドナルド・トランプを無視して、真っ先に、 バイデンに祝辞を送った首脳の一人である。マーティン首相によれば、ジョン F ケネディ以来のアイルランド系のアメリカ大統領であるという、バイデン家、ありがとうございます。